日本静岡県浜松市天竜区三作墓町奥良家。三作墓町奥良家は、静岡県浜松市天竜区の大技。青崩れ峠を、静岡県側から長野県側を望む浜松市天竜区の北部を占め、静岡県の北西端の大技になる。また、愛知県、長野県との境界を持っている。町域内に地から7415までの番地が、散在する。 障子の故障はないが、障子相当の地域名は存在する。三作母側に沿った形で、国道152号が付設されており、北園から稲地方へ通り抜けることができるが、県境の国道152号は、青崩れ峠によって分断されている。中央構造線付近の地盤はとても軟弱であり、整備が遅れている。三園南進自動車道の開通が、 長年絶望されていたが、青崩れ峠を迂回する形で、先行開通した草木トンネルは総工費180億円がかかった難工事になったのに加え、草木トンネルの北側の先に計画されていた兵、腰峠の下の中央構造線外帯川は、地盤が極めて脆弱なことが判明し、三苑南進自動車道は、兵腰峠から地盤のやや硬い中央構造線内帯川、 青くずれ峠西側を通るルートで、青くずれトンネルを屈作する方針に変更された。二千十五年四月一日、草木トンネルは、国道四百七十四号から国道百五十二号に変更されて、浜松市の管理となり、三軒南新自動車道のルートから外れた。一般道路となった草木トンネルは、国道百五十二号から、普通区間を迂回する平行シリンドへのバイパス機能や、 地域の生活道路として活用されている。周知群奥良家村を前身とする。1889年10月1日に自童方村、山住村、藍月村、奥良家村が合併し、奥山村となる。同日、奥良家村廃止。その後、1903年12月1日に、奥山村から藍月と奥良家の一部が、情勢村として分村。このため、 天竜区には、佐久間町奥良家の大技がある。2018年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。かつて、公立高等学校全日制普通科に通う場合、岩修学区の区域だった。一方、愛知県の新城市、北市多良郡の公立高校に通学できる。 隣接県特例がある。草木トンネルバス町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。